どうもこんにちは、しゅんじです。今日はですね、本屋さんに行ったら素敵なあの恐竜のリュックが、付録で付いてるジュラシックワールド新たなる支配者スペシャルブック見つけたんで買ってきました。これ豪華付録、閉じ込み付録1はこのね、T-Rex が飛び出す恐竜リュックって書いてて、大きな T-Rex がね、あのプリントされてるねリュックなんだけど、飛び出すってどういうことだろう、角度変えたらこうなんか変わるのかな。閉じ込み付録に恐竜ステッカー、なんかかっこいいステッカーが入ってるようで、キラキラ輝くホログラムって書いてて、閉じ込み付録さん塗り絵ベロキラプトルブルー&T-Rex の塗り絵があって、であの付録以外にもですね、大人気 USJ ガイドに迷路や探し絵も、あるようですね。そして最新のこの、ジュラシックワールド商品100アイテム以上が載ってるようですね。そう、ジュラシックワールドのことがいっぱい詰まった一冊になってるようで、くるっと回すと、あ、後ろも宣伝っぽいなこれ恐竜マグネットブックって書いてる。で、こちらのお値段ね、ちょっと高いんですよ。税込みね1650円となってましたね。ではこの付録を、はい、この付録のリュックをね、はいと、はい、ペリペリっと取っちゃって、あー、なんか嫌な感じこれ。なんか嫌な感じ。付録の塗り絵とシールをね、こう取るときに、なんかちょっと見たんですけど、USJ のガイドがあって、あとお土産ですね。何点か、載ってて、あとね、ジュラシックワールドのマテルのフィギュアとかね、あの、ジュラシックワールド関連の、商品、いっぱい載ってたんですけど、大体ね、僕が紹介したことのある、商品が載ってましたね。で、ジュラシックワールドで登場します恐竜の写真と、あと説明書きがね、ちょっと書いてたりして、まあなんか楽しめるようにはなってましたね。では付録ね、3番から見ていきますね。まず塗り絵です。はい、こちらカットしました。T-Rex ですね。こっちが T-Rex で、くるっと回すと後ろ、ブルーの、塗り絵になってて、かっこいい。見本がある、見本がこれ見て色塗るって言われてもちょっと難しいね。で、あのブルーのこのね、あの形になってるんだけど、この青色のラインのところは何もね書いてないから、自分でこのね、あの見本を見ながらこうやってね、 青色のラインをね書かないとダメなようですね。いや、でもこれめっちゃかっこいいイラストになってますね。パッと見てもブルーってすぐわかるような、イラストになってて、上になんか書いてる、ブルーはとても頭のいいベロキラプトル、かっこいい色塗ってねって書いてますね。で、くるっと回して後ろの T-Rex ね、はい、迫力のあるね頭にこう、なんだろう、襲いかかってる時の、形かな。これ迫力ありますねこれね。はい、で、見本がこちらとなってて、やっぱり見本はねかっこいいかっこいいね、この色がね、なんかこう微妙なこう黒い影とかねつけたりしたらめっちゃかっこよく仕上がると思うけど、やったらいいんでしょうけどね今日、ちょっとね今日はやめときますめっちゃ時間かかりそうだからやめときます。で、力が強くて凶暴な T-Rex、 君はどんな色に塗る。そうそう、見本とね同じ色じゃなくてもねいいんでね、紫とかねオレンジとか好きな色でね、なんかかっこいいのね塗って、なんか飾りたいですねこうやってね。で、付録にはですね、こちらキラキラのシールですね。 T-Rex にギガノトサウルスがいてる、本当にキラキラしてて、ちょっと恐竜がね見にくいですね。で、 JW とかね書いてて、で、足跡の、シールでしょ。で、ジュラシックワールドドミニオンのロゴもねありますね。シールはね小さい、なんか思ってたより小さい、もうちょっとねこう大きめのシールでいっぱいいろんな恐竜がいてるのかなっていうね思ってた方もいらっしゃると思うんですけど、これだけですめっちゃ少ない。最後に付録1の T-Rex が飛び出す恐竜リュックを見ていきたいと思います。飛び出すって書いてるから、どんな感じで出てくるのかすっごい気になりますよね。そう、これね、これ中見れないから気になってる方もね結構いらっしゃると思うんですよね。はい、開けます。あ、なんか可愛らしいサイズのリュックが出てきた。 T-Rex が飛び出す恐竜リュック出てきましたね。なんかね思ってたより、あのシールと同じで小さいねこれ小さい。で、形がちょっとぺちゃんこになってるんで、膨らましますね。ちょっと膨らますというか形整えます。形だいぶ整いましたね。あの四角いね形のリュックになっててですね、高さ約26センチで、横がね約17センチとなってて、恐竜フィギュアでねサイズの方ちょっと見比べますね。あの背中にボタンがあって、ボタンを押すと怪我しちゃうっていうダメージ T-Rex2 の方ね、はい、横に並べるとこんな感じ。まあこれと比べると高さはある、
ただこう横もね結構ね小さいんだよねこのリュックね。まあでもあの小さいお子さんでしたらちょうどいい大きさかもしれない。もう少しねサイズの大きなリュックが入ってるのかなって思ってたんだけど、なんかだいぶ小さいですね。はい、くるっと回すとねこんな感じになってて、で正面にドドーンとこう大きなねあの T レックスがいてるんだけど、飛び出す感じになってるのかなこれ。あのね、角度を変えるとこのイラストがこう変わるタイプのやつではないですね。僕あれかなって思ってたんですよ。こう角度変えるとなんか動いてるようなね、そんな感じのシールあるじゃないですか。あれあんな感じかなって思ったけど違いますねこれね。正面でねじっと見てるとやっぱりこの影の部分とかがあってかちょっと立体的に見えるっちゃ見える気はする。まあでもねこう角度変えたらこう動くようなあのタイプではなかったですね。右下にジュラシックワールドのロゴがあってですね、この街中で大暴れしてる T-Rex のプリントがされてるんですけど、このシワの部分とかのプリントなんかもねよくできてて、やっぱり特に頭ですよね、この頭のところの形のプリントがすっごいかっこいいですよ。でその上にはヘリコプターがライト当ててます。ピカーとねかっこいいです。で横ですね、横がなんかいいんですよ。迷彩っぽいね柄になってて、であのジュラシックワールドのロゴがあってね、はい、後ろも迷彩っぽい柄で、ジュラシックワールドのロゴがあります。でこの横にねチャックがあるんですけど、チャックこれかな、あすげえこれ横ポケットがある、なんか小物とかねここに入れとけますね。はい、でチャック開けるとですね、あこっちも、あこっちにも反対側にもねポケットありますね。はい、開けるとなんかこんな感じで、この中にダメージ T-Rex は入んないね。入りませんね、さすがに。でもアニアの恐竜フィギュアとかでしたら、あ、結構入りますよ。うん。いっぱい入ると思う、これ。あ、すげえ。どんどん入る、これ。ね、出かけるときにこのアニアのね、恐竜フィギュア持っていきたいときはこの中に入れてたら分かりやすいですよね。で、後ろにね、紐があるんで、これね、調整できるようにもなってるんで、こうやって背負ってね。僕はね、さすがにこれ背負えませんけど、これ紐があるんで、小さいお子さんとかでしたら、こう背負えるようになってて、上ね、こう手で持つところもありますね。他にかけるときも、ここ真ん中あるんで、便利ですね。下ね、特にあの、ゴムみたいなやつとかは、ないですね。付録の T-Rex が飛び出す恐竜リュック、本当にどんな感じで飛び出てるのかっていうのがね、めちゃめちゃ気になったんで買ってみたんですけど、なんかこう角度変えたらね、この恐竜のこの向きとか、この絵が変わるタイプではなかったんですけど、正面から見ると飛び出た感じはないけど、すごい迫力のある、プリントはね、されててかっこいいリュックになってるんで、リュックのサイズはね、めちゃ小さいんで、大人の方はね、無理これ。ちょっと厳しいと思う。まあでも紐の調整したらいけないことはないけど、ちょっと厳しいと思いますね。かなり小さいお子さん向けですね。またねちょっと気になってた方もいらっしゃると思うんで、よかったらぜひ参考にしてください。本屋さんに売ってます。はい、ということで今回はこの辺で、よろしかったらコメント評価ベルマークのチェックの方もよろしくお願いします。じゃあまたね、バイバーイ。